マンスリートレンドレポート、キャスターの山田由紀美です。今回のテーマは不動産株ブームは来るか、2020年の不動産市況の動向です。お迎えしたゲストは東洋経済新報社報道部長福田淳さん、 SBI 証券チーフストラテジストの北野はじめさんです。前編では北野さんに不動産株ブームは来るかをテーマにお話しいただきます。北野さんは不動産株に注目しているということでしょうか。はい、そうなんです。はい、1月の株式相場ちょっと振り返ってみますと、新型肺炎への懸念もあって、トピックス日経平均とも、前月比で下落しました。そういう前月比で下落した1月の中で、東証33業種別株価指数の中で最も下げ相場の中で最もパフォーマンスが良かったのが不動産株だったんですね。でちょっと調べてみたんです。はい、過去1年間で、不動産株ってどうだったんだろうと、トピックスが前月比下落したっていうのは4回ありました。3月と5月と8月とそれから2020年の1月です。はい、でこの4回のうち不動産株のランキングを見ると2位1位2位1位なんですよ。もう立派なディフェンシブ株になってるなということで、相場が下がった時に活躍してくれる。以前は、医薬品であったりとか食品株あるいは情報通信、こういうのが伝統的なディフェンシブ株だったんですが、そういうのを差し置いて不動産株のパフォーマンスが良かった、これは興味深いなと思いました。でテクニカルな観点から言うと、その5年移動平均線っていうのを見てるんですけれども、久しぶりに、5年ぶりに不動産株の不動産株指数というのがその5年移動平均線を、上に抜いてきたので、それももう一つ注目する理由です。その抜いてきているということは何を意味するんでしょうか。過去50年間でそうそうあるわけではないんですけれども、5回あって、4回不動産株ブームが、来てるんですよね。でブームってどういう意味かっていうと、トピックスに対して 40% もアウトパフォームする、そういう相場が来てるもんですから、そうじゃなかったケースもあるので 100% を信用することはできないんですけれども、無視することもできないなと。ちょっと調べてみたいなって思ったのが、注目したきっかけです。今回もそのブームになることは期待できるんでしょうか。結論から言うと、よく分かんないんですよ。よく分かんないんですけれども、よく分かんないんですけど、一応その前に、過去の4回のブームについて、それぞれの特徴というのを調べてみましたと。はい、そういうちょっとお話したいなと、思ってます。はい、どういった特徴がありましたか。そうですね、まず最初のブームっていうのは71年の12月にピークを打ってるんですね。はい、71年12月です。で当時のきっかけっていうのは何かっていうと、71年の8月っていうのがまさにニクソンショックっていうのがあって、円切り上げだったんですね。はい、360円だった円が308円にする、それから変動相場にする、大騒ぎになったわけです。で、国難だっていうことで日銀が、公定歩合、当時公定歩合と呼んでましたけれども、公定歩合をどんどん下げていって6% 台から 4% 台に下げていったと。そういう金融緩和を生やす格好で不動産株がどんどん上昇したと。これが71年ですね。はい、当時田中角栄政権が72年にできるんですけれども、話題になったのが日本列島改造論っていう本です。72年6月に出てるんですけれども、ただそれは不動産株ではなくて不動産市場という意味ではかなり土地投機とかを、煽る形になったんですけれども、結局はですね、不動産株はその土地投機を見る前に71年12月にピークアウトしてます。これが1回目ですね。はい、で2回目は86年、3月をピークとする
不動産株ブームがあったんですね。これ不動産ブームと不動産株ブームはちょっと分けて考えた方がいいと思ってますけど、ね、不動産株ブームがありました、はい、でも86年3月に向けて相場が上がったというともうピンと来られる方多いと思うんですけど、もう多くないかもしれませんが、85年の9月っていうのがプラザ合意で250円ぐらいだった円相場が200円を割る、ついには120円までいくと、まあ超円高と。そういう時にやっぱり金融緩和するわけですね。でそういう金融緩和を先取りするような形で不動産株が上がったと。これが86年3月ですね。ですから71年の12月をピークとする不動産株相場もブームも86年3月も、記憶に残るような円高局面ショックに対して日本銀行は緩和をする、それを先取りするように反映するように不動産株が上がった。これが最初の2回ですね。でその次っていうのが、はい、ちょっと時間が経つんですけれども2007年5月ですにピークを打つ。で2007年5月というともう、まあ、記憶に新しいといえば新しいところなんですけど、アメリカでサブプライム問題があって、まあ、アメリカを筆頭に世界中で不動産ブームがあって、日本の不動産株もその時に合わせて上がっていったと。これが2007年ですね。で一番最近が2013年の4月をピークとする不動産株ブームがあって、これはもうアベノミクスへの期待で上がって、まあ、失望で下がるという形で来ました、うん、でこの2007年と2013年の不動産株ブームというのは円安とともに来たという感じなんですね、はい、円安とともに来たと、うん、そういう意味では最初とはちょっと違うという感じですね。はい、あこうなってきますとその過去4回のブームというのは、まあ、それぞれまちまちな気もするんですけれども、はい、おっしゃる通り、はい、表面的にはまちまちな動きなんですね。円高円高不動産株ブーム、円安円安という形で来ていると。ただちょっと考えてみると、うん、本質的には同じなのかなと。って言いますのは、70年代と80年代っていうのは円高っていうショックに対して金利を下げるっていう緩和をしましたと、うん、で2000年以降はもう金利なくなってますから、金融緩和をする手段、円安っていうのは言ってみれば金融緩和だったんで、そういう円安の中で、金融緩和っていうことへの期待で上がったとするならば、4回とも金融緩和を反映する形で先取りする形で不動産株ブームが来たと、まあ、こういう整理もできるんではないかなと思っています。なるほど。そうなってきますと今回というのはいかがなんでしょうか。今回はこの 1,2 年を見てますと、不動産株対トピックスっていうのはアメリカの長期金利とおおむね連動してるんですね。アメリカの長期金利が下がると、不動産株対トピックスが上昇する。初めに言っとくべきだったんですけど、不動産株って言ってるのは全部対トピックスで相対的に見てます、はい、そういう意味では直近で言うとアメリカの長期金利が下がると不動産株が上がるという、そういう意味で1月振り返ってみると新型肺炎への懸念でアメリカの長期金利が 1.5% まで下がった、そういう時に不動産株が上がってるということですね。それが最近の特徴ですね。なるほど。ここまで久田さんお聞きしていかがですか。そうですね、そうしますと、はい、要するに今後円安がまた進めば、はい、また不動産株にっていうそういう流れで理解してよろしいんでしょうかね。そういう流れもうありうるかもしれないとは思うんですが、はい、僕はちょっと逆のことも今回は考えてて、アメリカの長期金利につれてのその不動産株高はそんなに長続きしないんじゃないかなと思ってるんです、うん、というのは、まあ、アメリカの株なんか見てますと今最高値更新中ですと、そういう中で金利が最低利回りどっちかがおかしいんじゃないか、そういう意味では金利の方が僕は間違ってる可能性があると思ってまして、金利が上がると、ただ金利が上がるということは要は世界的な景気が底打ちしてくるという話ですと、そうするとその
いわゆる株式市場ではバリュー株、グロース株っていうのはスタイルの話をするんですけど、そのバリュー株が見直される、バリュー株中のバリュー株は日本株ですと。で、外国の方々が、日本株というリスクを取りたいときに、じゃあ何を買ったらいいんですかっていうと、割と不動産っていうのは物色されたりするもんですから、日本株の見直し、不動産株の上昇を、日本株が見直されるから円が上がるという、そういう展開というのも今回はあるんではないのかなということを注目はしてます。実際年明けのニュースで海外のファンドがその日本のマンション群を買う、そうですね、買わないというようなニュースもありましたけれども、そういったところにもつながってきますか？それもひょっとすると日本のアセットに対する見直し買いっていうのが始まってるかもしれません。って言いますのも、日米相対株価っていう形で、トピックス割る S&P500 っていうのを見ますと、今戦後ですよ、はい、戦後最低のところにいるんで、それだけ日本株が売られてるという状況ですので、見直し買いっていうのは十分あり得るのかな。そういう意味で最近底堅さを示している不動産株っていうのは、興味深いなというふうに思ってはいます。深くうなずいていらっしゃいますけれども、そうですね、そういう意味でこれからますます不動産に注目が集まると思ってますので、楽しみにしているところです。はい、なんかこう日本に住んでいると不動産そのものは盛り上がりを見せているようなイメージを持つんですけれども、不動産株となるとまたちょっと話は変わってくるということなんですね。不動産はある種絶好調というか、はい、本当にいい状況だと思うんですけど、不動産株自身は全体的には低調な動きをずっとしてきた。ようやくここに来て、復活の兆しがあるっていう状況だと思いますね。今後の不動産株の動きというのは本当に注目ですね、はい、この後は S 耳コーナー、その後お二人に本日の感想を伺っていきます。SBI 証券から耳寄りな情報をお届けするせーの S 耳コーナー。さて稲葉さん、今回のテーマは何でしょうか？今回のテーマは3月の株主優待です。3月は1年で優待が最も多い月なんです。そうなんですね。優待については前回の S 耳コーナーで教えてもらったので、あれから私も勉強したんですよ。素晴らしいです。権利付き最終日までに買う必要があったり、何株以上買う必要があったりと、いろいろ条件があるんですよね。そうなんです。3月の優待銘柄には加藤さんも知っている有名企業がたくさんあると思いますので、一緒に見てみましょう。前回の S 耳コーナーで取り上げた検索方法は覚えてますか？もちろんです。今回は私も欲しい優待銘柄を探してきました。旅行が好きなので、JAL や ANA の航空券の割引や、実際に化粧品がもらえるコーセー、ファンケルなども気になります。それから大戸屋のお食事券も捨てがたいですよね。加藤さんならではの目線でいいですね。いろんな検索方法があるので、優待を探しているだけで楽しかったです。ではここで SBI 証券の人気銘柄を紹介しますね。オリジナル商品がもらえるタカラトミーや、カタログギフトがもらえるオリックス、お買い物優待券がもらえるヤマダ電機などが SBI 証券で人気の銘柄となっています。私が知っている企業もたくさんありますね。3月は優待探しに忙しくなりそうです。皆さんも自分に合った優待を探して優待生活デビューにチャレンジしてみてはいかがでしょうか？ SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする S 耳コーナーでした。福田さん、そして北野さんに本日の感想を伺っていきます。まずは福田さん、お願いいたします。はい、非常に興味深いお話でして、やっぱりその金融緩和は不動産市場に与える影響って非常に大きいとは思っていたんですが、そこが不動産株に関してみると、その円高円安為替の方も非常に影響するという話も伺って、非常に興味深く思いました。はい、やっぱり昔はね、円高になると日本が崩壊するみたいな懸念が強かったもんですから、ついつい金融緩和を急いでしまうと。
で不動産というのはやっぱり金利敏感ですから、はい、金利が下がるならば不動産がいいんではないかと、まあ、こういう連想はかつては、まあ、働いてたんだと思いますし、まあ、最近でいうと金利がなくなったもんですから、うん、まあ、その代わりといっちゃ何なんですけれども為替に、まあ、反応している。そこ理屈は実はよくわからないんですけれども、まあ、そういうふうな展開が多いなというふうには思いますね。これまでの常識とは少し変わってきている部分もあるということになるんでしょうかね。金融政策そのものの常識が変わっちゃってるんで、はい、株価の反応も変わってきている面はありますね、はい、さて後編では2020年の不動産市況の動向について東洋経済の福田さんに伺っていきます。